そうです。波動は 波動は今まで知らなかったけど AKB 見始めて知った。そうなんだ、嬉しい。それも嬉しいし、波動から AKB 好きになってくれた方もいるんですよ。そう、なんか波動歴何年ですみたいな言ってて、でそこから AKB がやってたから AKB を好きになったみたいな方もどっちもいて嬉しいですね。ありがたい。そうで本当に本気になれて、だってその私はジャンプをしてしまう、最初ね、なんかクロスステップみたいな言われて、本当になんか変な、なんて、それもわざとやってたわけじゃないんですけど、なんか面白おかしい感じだったので、それが許される雰囲気だったの。私も別にそれをわざと面白いからって思ってやってるわけじゃなくて、自然と出ちゃったんですけど、それがなんか、はあ、じゃあ何してんのみたいな雰囲気だったんですけど、だんだんなんか本当にそれやめようみたいな感じになっちゃって、あ、すいません、私もやめたくてもやめられないから、めっちゃあれだったんですけど、わざとやってるわけじゃないから、やめたい、なんで私はジャンプをしてしまうんだってずっとね思ってて、ですけど昨日最後はジャンプしないしてなかったよってクルルに言われて、本当にって、そう、最後の試合はジャンプしてなかったので、本当になんか嬉しかったし、その波動のガチ感がどんどん増してったのが、このジャンプの少なくなり加減で分かってもらえたんじゃないかなって思います。はい、いや意識もちろん、いやジャンプしないしないしないっていつも思ってるんですけど、昨日の最後はジャンプしないって意識したよりは、なんかシールドを貼るときに立ち止まっちゃダメだっていうのをめちゃくちゃ意識してました。だからあとシールドが貼れないっていうのが先週と今週で続いて、そうなんかうまくシュンってできないっていうのが続いたので、シールドは貼れないものなんだっていうのに最後の最後に気づいて、慌てなくしたの。シールドが貼れなくても、はいはいはいってはい貼れないですよねっていう感じで、そう、それをしたらジャンプしなかった。嬉しい、ありがとうございます。そうです、ねえ、そう、しかも最初の頃はね、ビリ、なんか私が出たら全部ビリみたいな、そうあったんですよ、ジンクスが。私全部ビリで、もう波動つまんないとは思ってないけど、なんか本当に波動をって思ってたの全然できないしって思ってたけど、ね、ある時チーム4で優勝できて、そっからそう頻度も出させていただける頻度も上がったのもあって、だんだん上手になってきて嬉しかった。あとシールドっていう自分に合った役割を見つけたので、それまではシールドとか置かなくて、ただこうやって打つ人だったんですけど、シールドが合ってるっていうのがいつの日か忘れちゃったけど見つけたの。それで、あ、これだって思って。そう、でもね、昨日の練習の時に、本番の前の練習の時に、クルルンと私がビリーブだと練習に来てて、でもクルルンと私ってどっちもシールドなので、どっちかが、練習の時はどっちかがアタッカーでやりましょうってことになって、でクルルンがアタッカーやったり私がアタッカーやったりとかしたので、アタッカーを初めて、そのアタッカーとしてちゃんとやって、スピード5のマックスのバロメーターで、それにスピードをスキルみたいな、めっちゃもう最強の速い球のやつでね、やったらもうバンバン得点しちゃってもう楽しくて楽しくて、そう
でクルルンと、え、アタッカー楽しすぎるねって話して、そう、それで話して気づいたんですけど、シールドの人はあのシールドだからこの攻撃力が弱いじゃないですか。だからその得点できないんですよ、なかなか。昨日クルルンシールドもやって得点もしててめっちゃすごかったんですけど、基本は得点が難しいから、シールドの人だとなんか1個でも失点した時に、得点できてないのに失点してしまったっていう、このなんかめっちゃメンタルに来るの、うわすいません私何もしてないのに失点しちゃったみたいな。そう、アタッカーだったら失点してももう1点取り返せばもうプラマイゼロになるじゃないですか。そうだから、あ、それがシールドのあれだねって、何、宿命って言うんですか。そうそう、でゴールキーパーとかサッカーとかのこういう気持ちなんだなってちょっとだけ分かりました。だってゴールキーパーってさ、まあいろいろやることあるけど、基本はそのゴールを守る、こうシュートってされた時にゴールさせないぞってやるのが一番の仕事じゃないですか。でそれってたまにしか来ないけど、その時に失敗した時に、お、何やってんだよみたいなさ言われるじゃん。そうだから、そうなのよ。それでそういうことがあって、あ、だからこんなに精神的に来るんだって思って気づいたんです。そうだから、アタッカーもめっちゃ楽しかったけど、やっぱりでもシールドも、シールドはその最後になんかカチコチシールドとかその何秒とかを計算しながらブレーカーを無駄にするっていうのがめっちゃ楽しかったです。そうなんかね、でもアタッカーもめっちゃ難しいです、はいそうなの。だからいろんな、そういういろんなことを学びました。波動からは奥深いですね、こんなちょっと語ってます語ってる、うん、そう、うん、そうです、めっちゃ強くなりましたねえそうなのよ、うん、最近やっちまった出来事は、僕は名古屋港に、携帯が沈んでいく、これは何で見てくださってるの、大丈夫かな、そうです、なかなった、鳴ってないよ、なんか鳴った今やメンバーがファンに対してメンタルを受け、確かにマレーシアにも波動あるんでしょ、あ、そうあるらしいです、やります、お腹鳴ってるいや、お腹いっぱいだから鳴ってないはずです、はい、アタッカーは逆に得点取れないと立つ背がなさそう、確かに確かに、そうなんです。昨日の最後ハーチェの拍手が温かかった、そうめっちゃ
すごかった。なんかもうあの景色忘れないかも。最後波動のなんかあんなに波動ってすごい、そのボールを上げないでとか結構なんかね、公園とかは割とみんなが味方に見えるっていうか、そうみんな仲間っていう、見てくださってる人みんな仲間なんですけど、やっぱり敵とかあるからなんか見え方が違うんですけど、でもあの時は全員味方に見えてすごい嬉しかったです、はい、あれみんな味方だって思いました。あ、洋画はアニ・ザ・ナッドゥフラッシュダンスが好き。あーすごい、それだけ答えてくれてありがとうございます。メモしとこう。見れるかな。こんばんは。確かにミスしないのが仕事のポジションって難しい。あ、そうだ、確かに。なんかこの間あのアナウンサーの藤井アナウンサーさんいるじゃないですか、あの男の方、あの方が言ってた。そう、アナウンサーはなんかなんだっけ、やって当たり前みたいな、読めて当たり前、いや全部やって当たり前だから、でミスした時だけすごい責められるみたいなことを言ってて、だからそれが難しい仕事ですみたいなことを言ってて、あ、なるほどなって思います。確かにすごいって思ってこんばんは。お台場楽しいです。お台場楽しみました。昨日はそうサラダを食べるために早く会場に入って、もうマネージャーさんよりも早く会場に入ってサラダ食べたり、そのそうなんかフクロウもお台場で見つけたりとかしました。はい。ルールとか雰囲気とか全然わからなくて怖くて波動いけない。あ、そうなんだ。確かにここまでなんかみんながおーってなってると入りづらいよね。確かに。けど普通にメンバーとめちゃくちゃ近くで会えるんですよ。そうだからそれぐらいの気持ちで行っていいと思います。そうめちゃくちゃ近いよね。なんかボール集めみたいな時間があるんですけど、その時にすごい通路みたいな練り歩きみたいな感じで歩くので、それがあるんだって近くで会えるぞっていうわけで言っていいと思います。そう、こんばんは。お、ショーシャンクの空に。お疲れ様です。こんばんは。昼下がりのジョージ。お、ガンパウダー。そう、お台場サラダ。そうだよね。
でも本当にアプリの応援のあのシールド5がなかったらシールドの役割って本当に全然違うんですよ。4と5は一緒ぐらいって言うけど、やっぱシールドだけにお願いしますって言ってて5にならなかったら結構あーってなっちゃうので、皆さんのおかげで毎回5にしていただいて本当に助かりましたね。そうなんだよね。あ、いっぱい来てる。波動当たらない。あ、そうなんだ。確かにね。確かにね。すごい、いっぱいありがとう。今私のお腹の上には袋モモンガ、え、モモンガ寝てるの、すごっ。こんばんは、こんばんは。ありがとう。はい。そう、だから優勝できてよかったです。ありがとうございました。波動。はい。楽しい思い出です。ね、旅行どうなるんですかね。波動のご褒美旅行。ご褒美旅行はどうなるんでしょうか。もう絶対いけないけど、でもいいや、優勝できたから。え、袋モモンガって何？すご。なんてこった。KLP48 の X でメンバーの自己紹介やったけど、さあちゃんこれかな、かなだと思います。血を取りましたよ。マレーシア、マレーシア旅行、マレーシア旅行けどまあね、ずっと取っとけるのかわからないけども、そうね、親、そう、親にさあげたいですよ、私も。だけどあれって多分こう行ってきましたよっていうその宣伝というかね、なんかそういうのをするものなんじゃないかなって思ってて、わからないですけど、はい、ああなるほどね、家族にマレーシア旅行をプレゼント、あそれはいいです。確かにちょっとにあの2個分あるので、それを買って合体させることによって、あの海外になる権利みたいなシューンってやってやろうかな。こんにちは。ハリーポッターで英語勉強してた。どうやってさやるの？字幕も何にもつけないで見たらいい？そういうのって。そう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 。あ、そっか、メグさんも卒業しちゃうからね。ね、ちょっとでも言うだけ言ってみます。あと、あの、波動旅行って行けますかね言うだけ言ってみよう。そうです
パーマン字幕で見るのなんかハリーポッターってでもイギリス英語みたいな言うけどそれは別に関係ないのかな。うん、いますそっか文字なし字幕なしはハードル高すぎない。確かに、なるほどね、ありがとうありがとう。言ってみます、絶対言うぞ絶対言うからね、もういつ言うか決めました。あーでもな、普通に直接じゃなく、なんかさ私直接言いたいっていう気持ちがいつも芽生えてしまって、でも直接言う時になったら忘れちゃってあーってなっちゃうので、普通に文章文字で聞きたいと思います。最近のハーチは即言うから安心、ありがとね、安心してね安心してね、絶対メグさんに言おうな、え、メグさんにメグさんに言うのなんて言うのメグさんに、って波動旅行行きたいんですけど、メグさん大好きです、メグさん、こんばんははーちゃんの声が好き、あと喋り方優しい、ありがとう Thank you very much 私は自分の喋り方すごく好きじゃないですはい、だから恥ずかしい、なんか自分の映像とか見るのいきなーって言いそう、めぐちゃん確かに絶対言います、めぐさん、え、絶対いきなーって言いますね、絶対、もうそれははーちゃんが頑張ったんだからはーちゃんが行くべきだよ、え、メグ今から言ってくるって言ってくる、言ってくれる、うんね、だってさおかしいよそれ、はーちゃんの権利だよそれは絶対言ってくれるそうメグさんは本当に素晴らしい人間です。ん？あ、忘れてた忘れてた、ねえ、来月のマレーシアのフェスに KLP 関組がいないのは意外だった。あ、ねえ、あのさ、あやねちゃんがさ面白かったね、僕マレーシア行かせてもらえるのってポストしてた。そう、5月に AKB ホテルとかマレーシアに行くんですけど、桜フェスティバルにね、そう行くんですけど、行きたかったマレーシア、 I want to go to マレーシア、そうね、行きたかったです、残念残念でした。そうです、はい、一回戦ったんですけどダメでした、ちょっと風の噂で、そうそう、風の噂というかそう、私もう行くのかなって思ってたんですけど、なんか行かないっていうのを聞いたので、え、なんで行かないんですかってちょっとね
言ってみたの。そう、それも言ってみたんですけど、ダメでした。そうなのよね。でもまあまあまあしょうがない、そういうこともあるよね。こんばんは。ね、5月にあーちゃんすごい成長した、ありがとうねそう、私もそう思う、成長した。そう、ララポートがマレーシアにもあるんですよ。そうですね。いや、気持ちだけ、行きますよ。なんて言うんだろう、それ。My heart will go to Malaysia. 私の心はマレーシアに行きます。合ってるか分かんないけど。こんばんは。そうです。心、気持ちを届けます。ねえ、あやねちゃんに感想を聞こうと思います。どうだった？うちの県はララポートないのにマレーシアにあるのに。確かに。ララポート、あーそっか、埼玉にはあるかな。あるか、確かに。マイパッション Go to マレーシア。あやねちゃんのふりして行こう。あ、わかったそうしますね。あやねです。はやい、高橋あやねですあやねちゃん、あやねちゃんなんだろう、なんだろうね、あやねちゃんふーってやってこんばんは。そう、なんかマレーシア行くことになってて、そう、はーちゃんも来ると思ったのにあやねちゃんの真似です。あやねちゃんのなんか口癖とかあるかな。難しいね。あやねちゃん大好きです大好き。ミサトにララポートあるよ教えてくれてるの。ララガーデン、うん、ララガーデンもあるよね。マレーシアでもぶちかましてほしいけど、あと1ヶ月は秋葉原でもう一気にぶちかましてほしい。ありがとうね。ぶちかますね。面白い表現。ぶちかませ。筋肉痛、あ、筋肉痛じゃないんですよ、今日波動したのに。はい。確かに。ねえねえ、あ、ねえねえ聞いて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 だっけ、聞いて聞いてじゃない、あれ
聞いて聞いて、かなねねすずのにせーの、せーのがめっちゃでかいんだよな。なんか最初聞いた時びっくりしたの、あやねちゃんのキャッチフレーズ。金のね、違う、風のね、鈴のね、風のね、鈴のねがめちゃ小声なのに、せーのだけめっちゃ大きくてえ、びっくりしたって思った。最近はそんなびっくりしないけど、聞いて聞いて、風のね、鈴ね、せーの、あやねしかも風のね、鈴のねって今言ったらめっちゃ言いづらいね。あやねちゃんすごいすごい。来週の公演投げた、もう1ヶ月公演行ってない、公演、そうです、25日、劇場公演、僕の太陽公演出ます。本当に今月週1で僕隊でした。そう、見事に鈴のね、あれ、鐘のね、鐘のね、鈴の、ん、鐘のね、鈴のね、そうか、埼玉の、ああ、そういうことね、了解です承知しました。はーちゃんの声は全部応募します。ああ、ありがとう、絶対当たってほしい。日本から旅立っちゃう前に会いたい、会いたいです、私もねえ、会いたい。こんばんは。27日、初めて握手行きます。嬉しい。おっさん。名前面白。ありがとう。待ってます。本当におっさんなのかな。5月は毎日公園ではーちゃんみたいね。公園でのあと何回いるかな。5月、ゴールデンウィーク。なんか僕隊がいっぱいあるって噂なんですよ。でも私がそこにいるのか本当にそうなるのか全くわからない。そう、私、みんなも絶対もう知りたいですよね。でも私たちもわからないんですけど、でも僕隊がいっぱいあるんじゃないかっていう噂ですでもこれでさ違ったらごめんね、私もわかんないから、噂だから。そうね、早く知りたいね以上を期待、待って、これで違ったらすいません。うん、私もできるだけ言ってたいです。5月の予定早く知りたいです。そうですよね本当によくわかります、申し訳ない。全部僕隊かもって、あ、え、運営の方運営の方いるかも、全部僕隊かもゴールデンウィーク10連休、すごい、よくやったよくやりました、よかった、勝ち取ったんだ休みを、すごい。今日は誰恋のはーちゃんも見たい、あ、嬉しい。今日は誰恋やらなさ、もうね、もう少ししたら忘れちゃいそうだからやりたいですね、そろそろ。はい、食べるの色みたい、優しい。例えばせいちゃんが初日を迎えて、せいちゃんがなんとねミユポジだったということで、せいちゃん実はそのアンダーのレッスンした時にせいちゃんと一緒になんかペアというかタブーの色のレッスンをそうしたんですよね。だからせいちゃんともできたらいいなって思ったけど、なんかできなそうせいちゃん舞台やっちゃう、やっちゃうというかやる、頑張っていくからさ、これからの期間。そうなのよ。握手会全滅でした、ありがとうございます、申し込んでくださって。そうなのね。はーちゃん何ポジできるの？いや、でも3ポジです、はい、そう、しかもなんか結構多い、どこの3個とも人が多いところなので、そうなんですよ。劇場スケジュール中心に予定立ててるから
早く出してほしい。え、それは大変なことをしてます。その生き方は結構大変かもしれないです。でもありがとう、とっても嬉しい。負けないで僕の太陽、ありがとう。負けない。負けないでって、あ、負けないって私のことじゃないか、僕の太陽声、負けないでってこと。こんばんは。そうそうそう、バンバン。5月はーちゃんのソロ声あるのか、いやー、あったら来てくれますか皆さん。またはーちゃんのキングだけでいいが見たいよ。本当にね、もしさ、なんかさ、 AKB48 でさ、リクエストアワーとかが今後あってさ、あのライオンを狙いがさ入ったらさ、絶対出たい。帰ってきて出たい。ダメか、でももう AKB じゃないか、ダメ。出たいよね、そこだけ出ようかな。キングだけでいいだけ出る。でさ、そのライオンを狙いに関してめっちゃ面白い話があったんですけど、まだ言えないので今度言いますね。はい、こんばんは。具志会の袴は卒業式に来たのと同じかな。違います。具志会のあの卒業式の袴もレンタルしたのやつなんですけど、握手会の袴も別でレンタルしました。どうやったらはーちゃんに会えますか。どうやったら会えるんだろう。今すぐにでも私が会いに行きたいんですけど、はい、そうです。そうですね、握手会の受付終わっちゃったからな。どうやって会えるんだろう。劇場かな。でも難しいんですよね、劇場とか。そう、なんかちょっとややこしいというか、期間が短い。今25日空いてる。25日の公演の申し込み今多分してます。で、多分締め切りが本当に明日の夕方4時とか、今適当に喋ってるけど。本当に短いの、劇場の。ね、そうだから皆さん本当にいつもありがとうございます。すぐに情報を手に入れて。確かに、おだえりさん、あ、そうだ、おだえりさんがね、映像倉庫のあのメンバーリレーラジオっていう企画の中で私のことを話してくれてるよって言われて、見たら本当に話してくれてて、そう、めっちゃ嬉しかったです。嬉しすぎる。私はおだえりさんのことを尊敬してるというか、おだえりさんのあのやっぱり自分を貫いてるところなかなかできないじゃないですか。そう、なのでそこをすごい尊敬してて、そんなおだえりさんに面白いって言っていただけて、全然ピンときてないんですけど、すごい嬉しいです。はい、もうこれ自信にも心に刻んで、いつも心におだえりさんを持って頑張る。はい、何これ、何これ、面白い女が来ました。ありがとう。本当に面白いですね、皆さん、皆さんと話すと本当に面白いです。ありがとう。本当に、何これ。なるほどね。
それジェロキコールしたい。そうですね、ジェロキ。ね、嬉しいです。思い入れすぎたね。面白い。ありがとう。劇場のアンケートクロス MC が面白いにします。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。やったー。売れピーマン。こんばんはーちゃん。笑ってもらえてるなら良かったです。ね、オンライン話し返したいですね。劇場のアンケート結果は見れないです。見せてって言ったら見れるのかな。どうなんですかね。わかりません。マナカとハーちゃんの MC が面白い。本当に？やった。マナカ、マナカ。絶対言っとくね。もう2人でいつも終わって、マナカとハーちゃんの MC 終わった後に竹内先輩って書いた後に、大丈夫だったかなみたいな。いつもなんか結構不安げです。嬉しい、ありがとう。まなかとあーちゃん、まなかのあーちゃんの MC ありがとうね。ありがとうございます。ということで、あ、そうだ、ということで終わる、そろそろね、1時間ぐらい経つので、そう、みんなさんもなんかいろいろやることあると思うし終わりにするんですけど、なんだっけ、一個だけ聞いてください。あの公演の時にね、こないだね、なんかの公演の時に、その竹内先輩って二人虫終わって帰るんですよ、学園で。その後早着替えがあるんです。で、早着替えして最後に靴を履くんですけど、あれ、靴がない、あの茶色いブーツがないぞって、本当に靴箱に入ってなくて、ないですって言って、衣装さんがえって焦って、もうあらゆるところからブーツを探して、もう何でもいいから、何でもいいからっていうか、あの茶色いブーツをどんなサイズでもいいから探せみたいになって、で私はわーってなって、で結局ちょっとだけ大きかったんですけど見つかって、でも本当に一サビ終わる時に出なきゃいけない、終わった時に出なきゃいけないんですけど、あの女子に人気よぐらいの時に、まだ裏こうやって走ってて、うわーって一人で叫びながら、うわーって走って、そのまま叫びながらてん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 って言って出たから、本当に歌えなくて、その後笑っちゃって、そう、ちょっと前です、何個か前、何個か前のやつ、歌えてなかった時があるの、私が。まなかか、あれ誰だっけ、誰と出たんだっけな、忘れちゃった、忘れちゃいました。そう、歌えてないやつ。最悪です。VR 公演の時、そうかもしれないです。それくらいの時かな。そう、びっくりしました。でも皆さんにはさ、伝わらないからさ、もう一人で笑っちゃって大変でした。そうね、何だったんだろう、分かんない、なんでだったのかはちょっと分からないんですけど、本当にびっくりしちゃいました。ねえ、おわわて
いや、なんかそうすれ違いがあったのかなって思って、そうね、間に合わなかった。あの早着替えは本当に時間なさすぎるのにすごい、ありがとうそうなの、早着替えしてるよ裏話、そうです、木体、ん ?8 人版木体初期名いなくなっちゃいますね、そうなんですよ、いなくなっちゃいます。へえ、そう、嬉しい。あちゃんカラオケ配信とかしないんですか？カラオケ配信したいんですけど、なんかイヤホンがないのマイク付きイヤホンがなくて、あの、あるはず、ん？あるんだっけ？ないんだっけ？ないんだっけ？なんだっけなんかできないんですよね、そう、ある時から。あ、ないんだ、私はなくしちゃったのかな、ないからできないんです、そう、ん？お話し会でもらって帰ろう。お話し会のやつ、もらって帰ろうかな。確かに。え、でもさ、5月11、12終わったらさ、絶対、いいんじゃないとか言って。5月11、12終わったらもらおうかな。ねえ。じゃあそろそろ終わりにしますね。こんばんは。確かにアカペラでいつも歌ってましたよね。歌ってた。久しぶりに夜ご飯クイズしてほしい。おお、でも夜ご飯、あ、夜ご飯わかるよ。じゃあしようね。まだ食べてないんですけど、てかお腹が空いてなくて、あのお昼にたっぷり焼肉ちゃんを食べてしまったので、はい、詳しくは X を見てください。こんばんは。じゃあ私の今日の夜ご飯を当ててください。ヒントは、わ、あ、大きい声出しちゃった。わです。はい。あー、違うよ、それじゃない。ちょっと違う。お腹空いてきたかも。お腹鳴ったかも。あ、ちょっと雑な絵に感じるかもしれませんが、丁寧な絵でございます。はい、描けました。では正解者は、あ、そこまでです、そこまで。では正解者の方いるのでしょうか、見ていきたいと思います。アンシャーリーさん正解です。どういうこと、なんでイカリング、柔らか、違うよ。ドーナツ、え、あ、そういうこと、わ、あ、え、すごい、みんな天才だね、わってそういうことね、うわー、うわー、やられた、わ、ひじきじゃないよ、
73正解です。終わり。正解はこちら。じゃじゃん、すごい飛んじゃう。お蕎麦です。はい、今日はちょっともういいねってなって、お蕎麦にしようねってさっき話してたので、お蕎麦だと思います。これお蕎麦、なんかこのぐるぐるってやつで麺を表していて、でこのぐしゅ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 っていう真ん中ので海苔を表していて、このシャ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 っていうので、あの蕎麦のし、なんでこんな飛んじゃうの、蕎麦の下にある入れ物表していて、でこれはめんつゆです。はい、終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に一曲歌いましょう。アカペラですけど、でも何を歌ったらいいか分からないので、よかったらリクエストください。お、私が歌えるやつでお願いします。ちょっとそば買ってくる。え、本当に？おそろっちってこと？明日でもいいよ。お、今日は大サービスだね。そんなサービスなんて分際じゃないです。全然。ん？いっぱい来て選べません。じゃあ一番最初にピンときたやつにしよう。わあ、いいですね。うわあ、確かにね、みんないい曲言いますね。そうなんだ。うわあ、いいですね。うわあ、うわあ、うわあ、でも最初にピンときたのでこれにしようかな。うわあ、ちょっと歌詞見てみます。いいですね。ちょっと待って、どうしよう。それも好き。うわあ、じゃあこれにします。ちょっと盛り上がったりはしないけど、 SK48 さんの遠くにいてもね、歌えるかな。前奏なんだっけ、前奏なんだっけ、忘れちゃった。てんてん、それでは聞いてください。遠くにいても。てん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 、はぁ、ちょっと待って。春めいたそよ風の中、君は隣でバスを待つ。夢だけをカバンに詰めて、今旅に出る。新しい時刻表で君が選んだ遥か
輝く道。じゃんじゃん。遠くにいても空は続いてる。生まれた街とつながってる。雲と心はいつでも自由に行ったり来たり。遠くにいても空は続いてる。同じ時間が流れている。今日は別れを告げても僕たちはそばにいる。桜坂木漏れ日の中、時間通りにバスが来る。微笑んでいてくるよと手を差し出した。君が今眩しいのは明日を信じる強い意志の光。辛い時には空見上げるんだ。どこかに雲を見つけるだろう。君の瞳が作った涙は風に流れ。辛い時には空見上げるんだ。いつものようにここの場所で君の話を聞くから、僕たちは一人じゃない。遠くにいても空は続いてる。同じ時間が流れている。今日は別れを告げても僕たちはそばにいる。ちゃんちゃん。辛い時には空見上げるんだ。どこかに雲を見つけるだろう。君の瞳が作った涙は風に流れ。辛い時には空見上げるんだ。いつものようにここの場所で君の話を聞くから、僕たちは一人じゃない。じゃんじゃじゃじゃん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 じゃららら。はい、ありがとうございます。緊張しましたショールームで歌うのちょっと緊張するんですよね。はい、ありがとうございました。聞いてくださってありがとうございます。そうです、これは手をつなぎながら公演の曲でございます。はい。え、すごい、ありがとう。嬉しい。でも今のなんかね、私たちにぴったりな曲なのかなって思ったりして、はい、歌ってみました。リクエストが来てたので、ありがとう。そう、しかも SKE さんの
曲だとさ、あんまり披露できる機会も少ないですし、今だって思って歌いました。ありがとうございます。優しい、みんな優しいですね。ありがとね。ということで、ちょっといっぱいやっちゃいました。遅くなのにすいません。ありがとう、見てくださって。じゃあランキングを読んで歌いたいと思います。でも、あ、歌間違えた、歌わない。でもね、じゃあランキングを読むんですけど、歌うのがね歌うのは好きなんですよ。はい、なので楽しかったです。歌うのは大好きなので、またね、お話し会が、最後の話し会が終わって、そのイヤホン、マイク付きイヤホンを手に入れたらカラオケ配信しましょう。じゃあいきますね。第13位の方から、コジーさん、ありがとうございます。マシロちゃん、ありがとうございます。お、遠くにいてもはーちゃん推しのボニーテル最高さん、言ったね言ったね、ありがとう。ぼうちゃん、ありがとうございます。のりさん、ありがとうございます。はっしーさん、ありがとうございます。つーみんさん、ありがとうございます。ふーちゃん、ありがとうございます。メキシカンサンタさん、ありがとうございます。みすずちゃん、ありがとうございます。バタヤンさん、ありがとうございます。サイン、スピーナさん、ありがとうございます。第1位は山ちゃんさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、なんかね、すごいいい配信でしたね。そうですね、いい配信でした。 なんか皆さんのことをすごい近くに感じられてすごく嬉しかったです。はい、なんで見てくれてありがとうございました。もし寝る方はいい夢が見られますように。そしてこれから頑張る方は頑張ってください。じゃあ最後に自己紹介します。あなたの視線と私の視線をクロース、はーちゃんこと黒沢るかでした。バイバーイ、ありがとう、 Thank you、 テリマカシー、 Thank you、 バイバーイバイバーイ。